のゲストは SNS の総フォロワー数1700万人超え男女7人組 YouTuber の皆さんです。ラムチャンネルをご覧の皆さん、ホワイトです。よろしくお願いします。俺はこいつらと一緒に行っていきたいっていう意味で入れました。今回のゲストはメジャーデビューを果たした48さん。トークからカラオケ紅白歌合戦まで大ボリュームでお届けします。48さんへのトークメニューからどんどん質問していきたいと思います。7人組男女混合 YouTuber ということで、声をかけたのはこたつさん。これ毎回声をかけた、かけたはちょっと間違いない。かけたでいいやん。実はみんな全員 TikToker で、まあオフ会っていうか、はい、その TikTok を撮るためだけに集められたそういう集会があって、そこで あこんにちは、あ TikTok で会った方々ですよねみたいな感じで、そこから、48が出来上がったって言っても過言ではないかなっていうぐらい、ちょっと言わせていただきます。はい、お願いします。みんなそれぞれ、まあ普通に TikToker で仲良しだったんですよ、ずっと。みんなそれぞれプライベートはあって、みんな出かけてますよ。で最初ね、こたつの YouTube にちょっと参加してねっていう感じだと思ってたんですけど、はい、新メンバーの若葉ですみんな勝手にメンバーにされて、僕なんか副リーダーだからよろしくって言われて、で今になります。俺はこいつらと一緒に行っていきたいっていう意味で入れました。だから許して。俺そんな、でもありがたいから、ありがたいから、ありがたい。動画制作中に起きた最大のハプニングは、カメラのレッグが撮れてなかった。撮れてると思ってたら押してなかった。もう確認だけして、よし撮れてなかったです。途中で電池切れたりとか、めっちゃある。それもめっちゃある。取り返しのつかない、なんか撮影とかだと結構へこみますよね。データなくしたりとか、はい、僕よくデータなくするどうなんですか。もう僕のこの中ではもう5回ぐらいなくしてるというか汗という汗が止まらないもんな。小牧さん胸張っています。僕なくしますよ。おい、すいません。一緒に怒られんねんから。すいませんでした。結構アマリサさんはこうやらかしキャラなんですか。かっこよく捉えてください。ビジュ担当やもんね。ビジュアル担当。ビジュアル担当やもん。自称やけど。いやもう俺から言わんともう恥ずかしい。メジャーデビューシングル「ロミエット」、はい、改めてどんな楽曲になっていますか。あのデコニーナさんが作詞作曲していただいた僕たちのメジャーデビュー曲になるんですけど、やばいですね。まあ、ロミエットって、はい、ロミオとジュリエットを2つ融合させたのがロミエット。ロミオとジュリエットっていうのはもう皆さんが分かるすごいこう切ない恋の、ストーリーだと思うんですけど、今回の曲はそれをちょっと盛り上げる、可愛い歌詞とか、リズムとかキャッチーなセリフとかすっごいあるんで、そこを注目していただければなって思います。はい、ミュージックビデオもすごく楽しかったんですが、見どころをぜひ教えてください。みんながなんか中世ヨーロッパの格好をして踊るシーンとかもあるんですけど、あと甘い作の気になってるところが見どころかなって思います。ところどころちょっと掘っていてるんですよ。ちょっと探してみてほしいです。なんかすごい豪華なセットなのに、あの木の衣装だけすごいペラペラで。衣装何着るって意味してもらって、みんなこう服、靴、なんかアクセルだったので、僕だけ木がポッて。あれだけ木やと思う。続いてはこちらのコーナーです。フォーエイトのカラオケプレイリスト。今回考えてきていただいたプレイリスト、テーマは何でしょうか。テーマはメンバーで絶対に盛り上がるプレイリストです。お1曲目はゆずさんの栄光の架け橋、はいはい、これはねみんなでも歌ったら盛り上がりますよね。泣いちゃうね。意外としんみりなんだけど、もう時代が止まっちゃってる俺ら。平成だから。もう皆さんがすごい共感できそうな曲ばかりですね。確かに、はい。グリーンさんの奇跡、これもかなり世代ですね。アミクさんちょっと世代は有名すぎて耳にずっと入って、もうヤンキーとかはそうそう、ヤンキーとか荒れてた。男子軍はもうあれでずっとな、校舎走ってたよ。さあそしてノーモアクライ、
これももう、まあ、思い出の一つ、ね、思い出の一つ、48結成してから年末、うん、僕たちが宴会をする機会があって、うん、なんか歌うみたいなカラオケがあったんで、うんうん、はい、そこで歌ったのがノーモーくらい、歌詞が僕たちにすごい合ってんの、何人か泣いてたよな、なんかグワーって来ちゃったよ、ね、ジャンプしながらね、こんなそれではダムガチャを引いて出たお題にチャレンジしていただきます。今まで課金した量は俺誰にも負けないから行きます。課金でこっち、おーおー、俺らも黄色、黄色 SSR、あ、違う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 、ゲームの前勝ちだよね、ホエト紅白歌合戦、おー、なるほど、さあこちらは SSR でございますこちらは男性チーム、女性チームに分かれて1曲ずつカラオケを披露していただきます。そしてより盛り上がったチームが勝利となります。あ、なるほど、答え女ってことですね、はい、よろしいでしょうか、はい、はい、はい、それでは先行赤チームお願いします。よろしくお願いします。沈むように溶けてゆくように手薄越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクとなる世界でなのだってさ、触れる心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそうでもありきたりな喜び、二人なら見つけられる。騒しい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を。明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら。忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすか。赤チーム最高でしたね。やったー、ありがとうございます。続いて高校白チーム、はい、ステージへお願いします。緊張しちゃう、緊張してきます。お腹痛い、見てる時バトルやから、今日でめっちゃ盛り上がってた、今日言うわ。それでは高校白チームお願いします。誰から歌う、じゃあ誰から歌う、じゃんじゃんけん、じゃんけん、東京ドーム聞こえてるかい、ダムチャンネル、イエーイ。がっかりしてメソメソしてどうしたんだい、太陽をみたいに笑う君はどこがいい、ウォーウォー、やりたいことやったもん勝ち、青春なら辛い時はいつだってそばにいるから、夢はでかくなけりゃつまらないだろう、胸を叩いて冒険しよう、 Hey Hey、 そうだ 100% 勇気をなるしかないさ、この世界中の元気抱きしめながら、そうだ 100% 勇気もうやりきるしかないさ、僕たちが持てる輝き永遠に忘れないでね。
盛り上がってるの俺らじゃん。もしかして大丈夫、もしかして。さあ、より盛り上がっていたのは今回は引き分けです。おー、引き分けか。今回は引き分けか。これは引き分け。平和平和。優しい世界。今回は引き分けです。なので次ぜひまた遊びに来た時に、はい、ぜひお願いします。お願いします。この他の楽曲はカラオケの電幕からチェックできます。曲選びはカラオケプレイリストから。カラオケダムでは全力まるまるにチャレンジしてもらいました。全力変顔。歌って元気出していこう。ダムチャンネル。豪華アーティストがゲストに登場。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ダムチャンネル楽しんでる？